はい、皆様こんばんはと、本日の月例久しぶりの、月例大会でございますが、まあ、今週からというか今回から私が、担当となりますのでよろしくお願いいたします。はい、そろそろ X 大会のエントリーを締めろ、締めようかなと思っております。まだ参加希望の方でエントリーしてないという方がおりましたら、エントリー用紙に、表記あるとお名前をよろしくお願いいたします。人数によってちょっと形式を考えようかなと、思いますので、参加希望の方はお早めのエントリーをよろしくお願いいたします。では、そろそろエントリーの方を締めさせて、締めようと思います。今回参加者が6名ですね。6名ということなので、どうしましょうか。どうしようかな。何かいいアイディアありましたらお願いいたしますが、個人的にはそうですね、まあ、1人2音とか、それもありですかね。どちらがいいかな。ちなみにか、この方の使用キャラはわかんない。まあそれは大丈夫です。どうしようかな。そうっすね。3チームで総当たり1人2キャラ。まあそうですね。じゃあそれでいきましょう。ではチーム分けどうしようかな。普通にじゃあトランプでチーム分けをして、あとはまあ普通にと、リーグを1人、そうですね。それではルールといたしましては、どうしようかな。1人2キャラだと長いから、1人1キャラの2人チームの総当たり戦、
かな。でもそれでも結構早い気がするな。30分以内に終わりそうな気がするぞ。でその後もあどうしよう、2キャラできるかな。どうしようかな。あんまり迷うと今度遊ぶ時間がなくなっちゃうから。はい、じゃあ皆さんのじあいをたくさんやってほしいということを願って、1人1キャラの、2 on 2。はい、あ、じゃあそれ回しましょう。でそれもあって、4チームの総当たり戦でいきましょう。で、1人足りないところは私がやりますんで、一応バルログなら使えます。バルログか X3 なら使えますので、それで入りますので、それでやりましょう。というわけで、もうしばらく、はい、お疲れ様です。今日はとりあえずあともう一人、もうしばらくしたら、来られるということなので、ちなみにどれぐらいに来られるか分かります？ちょっと連絡取って、まああまりにも遅いようでしたらこの人数で始めて、そう、2 on 2、1人1キャラ2 on 2の総当たり戦でやっていこうかなと考えております。で、もう一人なんか来られるという話を聞いたんですけども、その方の到着次第では4チームになりますね。そうなった場合は定員の私が、まあ、記念参加というわけではないですけど、ハズレくじを自ら買って出るという形になっちゃいますけど、そういう流れでやっていきたいなと思いますので、もうしばらくはのじあい等々 お楽しみくださいませ。まあ対戦しているのは、タストシさんの X 竜と、これはユリッチさんのベガですね、 X ベガになりますね。今のところ参加者はですね、タケチーさん、ウラケニさん、アニさん、ミキさん、タツトシさん、ユリチさんの6名ですね。その6名で、とりあえず灰皿は全部片付けたので、 あっち側に、トイレの横にございます。そしてなんでタバコさんが灰皿を持っているんだ。はい、の 6名ですね。竹地さん、浦家にさん、兄さん、美希さん、達俊さん、ゆりっちさんの6名が、参加者として今いますね。で、今配信台でやっているのが達俊さんと、はい、ありがとうございます、ゆりっちさんですね。ここはずれてました、失礼いたしました。で、これを消せばいいかな。さて、これはタストシリュウゴ来てない形。じゃあ申し訳ないですが6名でやりましょう。6名ということなので、じゃあ9時は皆さんのおじあいが盛り上がってるということなので、差し支えなければ私が引いておきますが、よろしいですかね。問題なさそうなので、そうですね、私の方でちょっと勝手に9時チーム分けをさせていただきます。申し訳ございません。
はい、本日の2on 2大会のチーム分けの方を、私の方でちょっと作らせていただきました。辰俊さん、竹内さんチーム、ゆりちさん、浦国さんチーム、兄さん、みきさんチームで、本日は行いますのでよろしくお願いいたします。はい、はい、というわけでチーム分け、リーグ表の方が、完成いたしましたので、今この対戦ですね、行われている筐体、そちら最後でお願いいたします。で、誠に申し訳ないんですが、俗に言うあのクレジットボタンですね、あの X 名物の、あれの設定の仕方を私はまだ教えてもらっていないのでブレイクと足りなくなったら、あの、下開けて、とか、コンパに上げて入れますので、すいませんが、それで対応しますので、よろしくお願いいたします。で、試合の方ですが、辰俊さんと竹木さんがチームになりますので、よろしくお願いいたします。で、対戦相手がユリッチさんと浦辺さんになります。で、せっかくなので、勝ち抜きよりも早稲田でやっていこうかなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、すいません、ありがとうございます。
そうだ、忘れてた。勝ち抜きだ。すいません、勝ち抜きできますので、申し訳ございません。リセットボタンがですね、ちょっと今日慌ただしかったもので、そちらの方には出ておりません。次回以降ちょっと聞いておきますので、すいません。今回は勝ち抜きで、勝ち抜きで行いますので、リセットボタンがですね、行方不明なので、申し訳ございません。なので、まあ、サクッと終わると思いますが、よろしくお願いいたします。では、タッソシさん、タケチーさんと、ユリチさん、ウラケニさん、じゃんけんで筐体の方だけ決めていただいて、先方は、申告でお願いいたします。はい、決まりましたので、席についてスタートボタンを押してください。お願いいたします。はい、次回までにリセットボタンを何度か用意いたしますので、申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。はい、ワンピーガーサルが、タケチーキャミー、ツーピーガーサルが、ウラケニの X バイソンですね。さあ、私は X のライブ動画勢をしているんですが、このゲーム、奥が深すぎてやばいです。そんなもんなんで、一気にダメージを取っていったのは、ウラケニバイソンだったが、ここから飛びから投げて、フーリガンも通して、飛び込みから投げて、さあ、グランド、最後アッパー。まあ、取っていくわ、ウラケニ。さあ、神岡、相打ち。だがダウンを奪った、ガードしていたが、投げているのはバイソン側。グランドストレート飛び寄ってしまった。これがバイソンだった。さあ大将はタッソシですね。これは本当に一瞬で終わりそうな気がしますね。開幕ターンパンチ相打ちから波動拳はネットに抜けて飛びが通って恐竜は少し投げていくと、グランドからサタンポ混ぜつつ固めて竜巻で逃げる。竜巻波動はヘッドに抜ける。しかし波動拳ヘッドに抜けて竜巻飛んで逃げて様子見ている。ここでクレイジーが入って、さらに取っていくのはウラケニバイソン。それから竜巻で抜けて、さあどうけ、長い長いリーチを生かしつつ竜巻で中足波動を飛んで投げて、波動拳重ねて波動拳はヘッドに抜けて、波動拳当たってしまう。波動拳ヘッドに抜けて飛び中足、ここからバイソンが鳥籠状態、真空ツボガードしている。歩いて投げて取り返す。パス都市の X 流最初ラウンド開幕短波が痛いぜ。さあ固めて短波にし、さあここはアッパーで返して飛びからアッパーから短波しかし、ここで一旦終わってしかし波動拳繋がっていないが両者ヒットしている。竜巻で様子を見ていく。さあボッシャガで様子を見て竜巻、さあこれは抜けてきたカードもやっている。真空が当たる。さあどうなる。飛び込みから投げているのはウラケニ。ウラケニさん2立てでございます。
はい、二回転さんの遺産を発見いたしましたので、クレジットとリセットのは大丈夫になりました。はい、じゃあ、ゆりっちさん。あ、間違えた。こっちじゃねえ。じゃあ、たつとしさん、たけちーさんチームと、あにさん、みきさんチームでお願いいたします。実況は、店員ですね。店員さんの、店員の大地が、実況しております。拙い実況ですが、よろしくお願いいたします。はい、はい、先方決まったようなのでスタートボタンを押して始めちゃってください。ワンピーガソルが、アニホンダ、ミキガエルチーム、先方がミキガエル、スーピンガーがタストシ、エクスリュウ、タケチ、キャミーチーム、先方、タケチ、キャミーです。スパイラルアローの先端ガードで反撃をもらわないタッチに位置にいて、そして隙を見えたらフリガンと、そして投げて飛び込むから、さあここでスピンドライブスマッシャー、ワンストップテイクは武智、ソニックブーム、飛びが通ってソニックブームダウン奪って、さあキャミガもダウン奪っていた、キャノンスパイク、キャノンスパイク、さあここはガンガン固めていく、スパイラルを混ぜてスピンドライブスマッシャー勝ったのは武智キャミー、やっぱすごいっすね、強いっすわ。さあ大将座っているのはアニエックスホンダですね。そうね、動画でしてる私としてはですね、動画でよく聞くお名前をたくさん見て、ちょっと興奮しております。さあ、フーリガンから、めくって、2段フィニッシュ。さあ、だいぶ空対空から、固めていって、スパイラルアロー、ダウン割って、めくりから、さあ、バルツーション外す、溶かして、暴れていく、100巻。どうすこい、続くからさっきあのスパイク当たる、リバーサルのモジュラーっていう、100巻は投げて、は組み立てている。さあ鬼武装生きている、スピンドライブスマッシュが当たらないが、うまく逃げれた、100巻落とし、取り返すアニホンダ。さあラウンド3、スパイラルをファーストアタックダウン奪っていくのはタキチギャミ、さっきあのスパイクで100レサリジを潰していった、めくって、さあ、壊されながら飛びは頭突きで抜けて、投げは、さあ、受け身がないぞ。フーリガンコンビネーション。さあ、スパイラルロー。さあ、投げて、スピンドライブスマッシャー。パケティキャミーが似たって、おめでとうございます。最後になりますかね、ユリッチ X ワイロン、ウラケニー X バイソンチームとアニュー X ホンダ、ミキ X ガエルチームお願いいたします。手慣れてらっしゃる手慣れてらっしゃるウラケニーズ式バイソンって書かれてるけど大丈夫ですか？いや、書いてあるんですよ、書いてあったんですから。ウラケニーズ式バイソンってローマ字書かれてました。恐れ多いそうです、本人曰く。さあ、試合の方は
座っているのはユリスティックフェイロ。展開早いです。このゲームの展開の速さは半端ないですね。配信始めてまだ30分も経ってない支援客で落としていく。飛び込みからドスコイとドスコイと頭突きを食らわせてデッキから大一丁投げさあフェイロンも大一丁食らうとダウンのモーション違うんですね。今初めて知りました。さあ100巻で支援客を潰す。めくりから大一丁伝われていった。隠れされてドスコイは支援客。飛び込みからレッグは当たっている。100巻で抜けてそこで支援客100巻落とし支援客大一丁回した回してたかったのは勝ったのは日本だ。さあ大将は裏手にドスコイ。さあ頭突き当ててさあ大一を投げ100巻歩いてところには結局の技が置いてある。ドスコイとスーパーズから投げ返してドスコイと投げているのは裏ケニバイゾン。さあランツー開幕相打ちだがダウンを奪っているのは本田川。さあ飛びが通っていたが込むといけない。100巻で返して、さあ上から置き攻め飛んでいったのはヘッドで返して、飛びからおー一応投げてフィニッシュ。取り返すは日本だ。さあペシペシペシと様子を見ていく。さあ落としていく、溶かして100巻飛び込みから、さあどうすこいどうすこい飛び込みから投げた勝ったわ日本のミッカエルチーム。はい、見事に1勝1敗ずつ並びましたね。もう一巡です。すいません、よろしくお願いします。一生いっぱいずつ並んでおります綺麗になのでもう一巡やりましょう、せっかくなのでもう一周なんならルール変えてもいいですし、どうしましょう。まあいいや、とりあえずこの同じルールでもう一巡やりますので、あ、じゃあそれでいきましょう。スイッチ見つかったので2周目は早稲田式でいきますのでよろしくお願いします。じゃあ、辰俊さんと竹内さんチームとゆりちさん、浦切さんチーム、改めてお願いいたします。じゃあ、じゃんけんで筐体決めですね。はい、戦法決まったようなのでスタートボタン押してよろしくお願いいたします。さて、2巡目は早稲田式で行います。はい、4P ガソルガパストシ X リュウ、 2P ガソルガユリッチ X フェイロン投げて、ここから固めてレッカ剣3段目まで飛びからレッカ剣が3段ヒット。レッカ剣は本当に気持ちのいい技ですね。見てて飛び込みはジャンプ中パンチかな、押していく。さあ通ったが投げを狙ったが支援客で返していく。投げ受け身はないぞ波動拳。飛び込みから支援客投げ返して波動拳波動拳。さあ相打ち上等で対空取って取り返していく。タッソシ X 流最終ラウンド開幕昇竜。支援客は
さあ、目の前を空振っていたが、上げを決められない飛び込みは自由足に逃げていく。さあ、殺伐戦無逆で対空気味に当たる波動拳から飛び込み、具体ゴス、しゃがみ台板波動拳からの真空。波動拳、上流拳に劣化させない。波動拳、鉄球を飛び込みはしっかり落として、劣化拳。さあ、ここから重ねていって、下を持って、さあ、投げて、右目取って、波動拳当たる。さあ、飛び込み通る。勝ったのはユリッツのエクスメイロン。じゃあ早稲田になりますので、リセットからの、どっちをしても問題ないので大丈夫です。タケチーキャミーとフラゲニエクスバイソン、さあここはうまく倒していく。飛び込みから投げてパララロ、さあ的確に間合い管理をしつつの攻撃を刺していく。このタイルフリードを生かして上はしっかり見えていると。さあランドチェックはタケチエクスキャミ。さあ開幕フリーガン通して、さあ飛び込みから壊し壊し飛びは、さあ着地のところに投げているのは、バイソン側。タンパッチを上から殴るが、投げているのは、さあとめくり取って3段壊し壊しから、さあここでダウン取ってキャノンスパイクしっかり出る。さあ勝ったのは、さあタケチのエクスキャミですね。さあこれが決定戦になります。開幕からズガズガ歩いてフーリガンはボバンと落としていた。劣化拳2段で3段目を遅らせましたが、フーリガンはしっかり上は見えている、落としている。そこでフーリガン通して、さあ2段に行こうとところが暴れている。さあ突然ずっと蹴っていて、劣化拳レッグキャノンスパイク飛び込みから、さあ支援を使ったところに反撃しっかり、これは浮きぞ。レッグから1,2,3 と、さあ気がつけた体力1割。そして差し返しのしゃくみ大パンチ、うますぎる。最終ラウンドスパイラルスパイラルだろ。さあフリガンは上から上で落としていく。さあレッグ拳一発、レッグ拳二発と打っていく。こすったパンチ、さあコアコアからフリガン、レッグ拳、レッグ拳、レッグから繋いで、あとちょっとレッグからしゃがみ台パンチ。勝ったのはユリッツ裏切りチーム。では、タツトシ・タケチチームと、日本ダミキガエルチームお願いいたします。はい、
はい、決まりましたのでスタートボタン押して始めてください。ワンビガーサルが2つ年の X 流、ツビガーがアニ X ホンダで行います。まずは先方戦、赤色キャリテ頭突き張り手、飛び込み中足波動拳で、さあここでファイヤー飛んでしまった模様、キャッカンは当たっている。飛び込みからさあ溶かして暴れていく、波動拳中足波動拳ドスコイ、張り手が置いてやった。まず取っていくわ、アニホンダサロンス開幕頭突き張り手、ファイヤー飛び込みから食らったところに、おいちょ、どすこいどすこいと、キャッカー押し、は勝利で割り込んで、波動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 拳、波動拳飛んでかして、100列ありて、スーパー突き、100列ありて、100かも潰している。100列、失礼、スーパー突きですね。さあ、ここで、100巻、飛びから勝利、ガードして、溶かして、さあ、これは、すかして、おいちょからの100列ありてを重ねていく。勝ったのは、まず先方戦勝ったのはアニホンダ。そうですね、竹地さん、そう、アニさんは、そう、ニアさんですね、ユリさん、タツトシさん、ミキさん、ウラキニさんです。合っております。本日はその6名ですね。で、一回、普通に勝ち抜きで行った時にはそうですね、結果が1勝1敗ずつ並んだので、今度2巡目は今度早稲田式でやっております。二回転さんの遺産を見つけましたので、二回転さんありがとう。そこでフリガン飛び込みから3段決めて、さあ壊してピヨらせて、さあコッパンスパイラルアローだったかな。とりあえず2段でフィニッシュ、飛び通っているが飛びいけない。ソニクは飛んで返していく、ソニクは飛んで、さあ投げる、かっこよすぎるフーリガン。さあ今度は投げれず、スパイラルアローで固めていくが中足が長い、中足打ってソニクをでっかいして中足を払って、今度は抜けれない。勝ったのは、タケチニー X キャミニさあ、決定戦でございます。ヘアスパイク、ドスコイは潰していく、シャックガンは潰していく、さあ、スパイク、よっでんでんでんと3段決めてまずは竹地が取っていく。開幕スパイラルアロー、ダウンを取って飛びから、さあ張り手で割り込んでいく、スパイラルアロー、さあ頭突きは潰していく、100巻も当たらない。さあ100巻でウーリガン潰す、飛び込み取って小手投げ5番からの大一丁。さあ最終ラウンド開幕、スパイラルは飛んで大位置を決めて、スパイラルアロー、さあアローが先端決めなので非常にやらしい。さあめり込んでしまった、これは叩きつけて若干は使って大位置を決めて、勝ったのはアニミキチーム。これまたひょっとしてでは最後ですね、ユリッチ・エクスフェイロン、ウラケニ・エクスバイソンチーム対アニホンダ・ミキガエルチームで、これはもう優勝決定戦になりますね。
はい、決まりましたね。ワンピーガー、それが裏ピーの X バイソン、ツーピーガー、それが兄 X ホンダでございます。これ勝てば本日の絶礼優勝となります。さあ、コパンペシペシとやりつつ、こっち分がさあ落としていく、ドスコイと逆感、膝で投げて通常投げ、ドスコイ、さあ両者相打ち、さあ落ちる層はヘッドで抜ける、あ、こわっ、突きが強かった頭突き、さあ相打ち、ダウン取っているのはさあ本田側、さあダッシュストアデートかな、ここは潰していく、壊されて、さあ2段決めて、さあグランドから、さあ頭突き、頭突き、さあヘッドが当たる、ワンチャンス、ザクチに大一丁、さ、勝てば優勝が決まるシーンになりますさあ、対照戦になります。ユリッチの X メイロン対して、対して、ミキの X ガイル。さあ、ステージは残機ステージ、伸びたら組織剣客、3段か、いや、6段決めて、さあ、ここは2段でフィニッシュ。さあ、ランズ、さあ、開幕相打ちだが、ラミスはゴム、レック、レックから投げて、黙って、さあ、片目から目をして5段、目を振りから支援客へ、一瞬の出来事でした。さあ、決定戦でございます。開幕、さあ、支援客じゃねえや、レックからダメージ取っていたのはユリッチ・エクスペイロン。さあ、頭突きで支援客を潰していく、支援客、レックだ、レックから投げていく、頭突きで対空、頭突きはしっかりと支援に反撃を決めている。さあ、ランツー取り離して張り手を振り振り、支援を置き置き、コパンで続きを潰して、さあ神対パンチが強い、コパンで続きを止める、100巻からコパン、劣化圏3段固めてレック、さあ頭突きは支援客、100巻ガードしている、さあお手前落ちはしっかり押し置き、最終ラウンド、開幕頭突き、さあ出されて、さあ頭突きは5パン止めている、レック、さあ大一丁、新薬5パン置き、こちらも負けず置いてる、100列張りて頭突きはい、優勝は日本のミキガルチームです、おめでとうございます、拍手。では、一言いただきたいと思います。で、余ってるクレジット等は使っちゃって構いませんので、順番守っての楽しくのじ合いしてください。では、一応優勝したお二方には後で写真を撮らせていただきますので、データ式などツイッターに上げさせていただきますので、よろしくお願いいたします。それでは本日の、月例大会はここで締めさせていただきます。また来月ですね、第4土曜日の次の日曜日を予定しております。次回開催がいつだったかな、10月の30日ですね、ハロウィンの前日になりますので、皆様仮装するのはちょっと早いですが、仮装してきてもいいのよっていう感じで、ぜひぜひ遊びにしてください。よろしくお願いいたします。それではまた、ね、金曜日の、対戦会ですね、毎週金曜日 X の対戦会
で、月例大会ですね、次回は10月の30日で行いますので、皆様よろしくお願いいたします。それでは、お疲れ様でした。しばらくの試合、このまま垂れ流していきますので、よろしくお願いします。
配信の方ですが、9時半で、終了とさせていただきます、本日の配信は9時半で終了とさせていただきます、最後まで、配信をご覧いただきまして本当にありがとうございます。またの、配信を行いますので毎週金曜日、月末日曜日よろしくお願いします。それではあと5分ほどで配信を、終了させていただきます。
それでは配信の方を終わらせていただきます。お疲れ様でした。